ホンダは S ブースター2023年の企業スポンサーです。こちらはホンダの2030年ビジョンです。すべての人に生活の可能性が広がる喜びを提供する。自動車メーカーは100年に一度と言われる大変革期を迎えています。ホンダは人々の生活と移動に対する新しい価値を探求し、新しい技術を創造することによって、人々の暮らしと移動を進化させていきます。このビジョンを達成するため、ホンダは3つのことが必要だと考えています。交通事故低減、自由な移動、カーボンニュートラル。これらをモビリティ、ロボット、パワートレイン、エネルギー、その他のプロダクト、サービスによって実現していきます。ホンダは2021年、世界初のレベル3高速自動運転を実用化しました。さらに、アシモのような先進のロボット技術も研究しております。最近では、このようなロボットを新たに提案しております。マイクロモビリティが共存する未来社会のイメージビデオをご紹介いたします。How are you doing? I think I'll walk some more. Wow, there are a lot of people here today. Would you like me to lead the way? Yes, thank you. Oh, she's going shopping with Grandma. AI, go pick up Lisa. Roger. And how are you feeling today? I feel great. Wonderful. Hey Lisa, there's a fence, so I'll stop a little further down. All right. Thanks for waiting. I'll turn right at the next intersection. Let's stop at that cafe there. Do you want to stop in front of Marta Coffee? Yes, please. How about going over there? Sounds good. Let's go. ホンダは宇宙テクノロジー、宇宙からの情報と、ホンダの現在のプロダクト、未来のプロダクトの新しいコラボレーションを期待しています。これによって新しい価値を創造し、人々の移動と暮らしを進化させたいと考えております。このためホンダは S ブースター2023の企業スポンサーになりました。そしてこのテーマを提案しています。宇宙からの情報を使った知能化モビリティとそのサービス、ユニークなアイデアを期待しています。ご清聴ありがとうございました。